さん世界の皆さんはい、えー、と今日はですねあの題名の通り宝くじ企画というところで見てください皆さんもうこのこの分厚さ宝くじあの買いましてこれあの僕がですねあの去年の10月末も11月から今年の8月までの約10ヶ月間 ああの宝くじを買い続けた結果あなんですよ、これぐらいちょっと買いましたよと、大体でも10万円分、15万とか、そんぐらい分かなっていうあの感じでちょっと宝くじを買ったんですけれども、これのですね9月に、ハズレ券の抽選が実はあるんですよ。 この下4桁のなんか米とか家電製品とかがあったりやつがあって、外れ券の中でさらにそれをなんかこう抽選するみたいなのがありまして、それをですね、あの、もう集計しました、実は。もうしてます。あっとですね。外れました。あの、外れ券も外れました。あただですね、宝くじこれ買って、まあ、3万円分ぐらいは来てるんで、 ま、結果、まあ、負けてますけど、あの、一回、ただ、千円で一万当たったっていう時があったんですよ。千円分のやつ買って一万当たったって時があって。あ、でも、あとはですね、ちょっと不発でした。うん。あの、なかなか難しい、宝くじ難しいですけれども、あのー、引き続き、宝くじ買っていきますんで、皆さん、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。